コムゾーです。新たに購入したブリヂストン XB1 初めて乗ってみます。町内のいつもの自転車屋さんで買いました。息子たちのバイト通勤用です。息子たちが車に乗るようになったらきっと私が乗ることになるでしょう。ロードバイクも考えましたが、息子も、通勤用にはクロスバイクの方がいいとのことで、クロスバイクにしました。初めて乗った感想はそんなに速くない。シルバーを初めて乗った時はすっげー速いって思いました。このバイクの方がトップスピードは速い、シルバーも速かったので劇的な速さの変化を感じなかったのでしょう。変速は外装24段シマノアルタスラビットファイヤー。24段は初めてだったので使い方がよく分かりません。特に前3段コツをつかむまでしばらくかかりました。速度が上がってくるとタイヤサイズも大きいので安心感があります。20インチではスピードが上がると恐怖感もありました。さすがにトップスピードはこちらの方が速いです。重量 11.9kg でシルバーとほぼ一緒ですけれどもとても軽く感じます。これなら1日100キロぐらいは走れそうだ。シルバーの時はロードバイクにぶち抜かれて悔しい思いもしたので、これなら少しはついていけそうだ。まずはシルバーで転倒して果たせなかった浜市浜名湖一周に再チャレンジしてみます。まさかね、シルバーではなかなか登りきれなかったところですけども、XB1 登れるでしょうか。前1、後ろ1です。はい、一応回せば回ってくれるので登ってきますね。ペダルが軽く回るとはいうもののね、やっぱり心拍数上がってきますね。こんなくる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 回さないといけないので、でこの辺膝の内側の筋肉もちょっといい心地よい、ちょっと圧力というか負荷が上がっています。画面ではね、なかなか分かりにくいですけど、結構な高さかなんですけどね、一応上りはできます。出るんですけど普段鍛えてないのでね、結構、そこまで行けるかどうか次第で、これ箱根峠とか鈴鹿峠とかやっぱり鍛えないといけないですね。やっぱり自転車じゃ歩きでも多分ないと思うんでね。よいしょ。やっぱり、歩こう。残念ながら、ここ登りきることができませんでした。登りきりました。歩いてですけど。歩いてはやっぱりね、帰りは向かい風がきつかったですが、ほてった体を冷やしてくれて、気持ちよく走ることができました。タイヤも外せるので、輪行もできるかな。
これから XB1 ともいろんな土地を走って思い出をたくさん作っていきたい。よろしく、エビワン。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。